東京都道、埼玉県道4号東京所沢線。東京都道、埼玉県道4号東京所沢線。東京都道、埼玉県道4号東京所沢線は、東京都新宿区から埼玉県所沢市に至る主要地方道である。大部分の区間は、東京都内に所在する。新宿大ガード東交差点から、西は、 多摩地域に位置する西東京市の北原交差点、新青梅街道交点まで、東京都道5号、新宿青梅線と重複する。西新宿の超高層ビル街の北園を精神し、神田川を淀橋で渡ると中野区に入る。京城は東京都道302号新宿両国線支線との交点となっている。淀橋から先は数百メートルの間は、 広い中央分離帯が設置された上下7、車線程度の広幅員となり、中野坂上で山手通りと交わった後は、しばらく上り3車線、下り2車線、停車帯となる。杉並区に入り、公園寺立橋で関7と交差、地下鉄丸の内線新公園寺駅付近に位置する、五日市街道入り口交差点で、多摩地域を横断する、主要地方道の一つである。 五日市街道と分かれ、天沼立橋で JR 中央線をオーバーパスし、杉並区の中心繁華街である小木久保に達する。小木久保駅を過ぎるとしばらくは、自動車、歩行者ともに飽和状態の繁華街を通過するが、環八通りを過ぎると再び上り三車線、下り二車線、停車帯に戻り、周辺の街並みも住宅街へ変化するが、小木久保一等とは違い。 緑も多くなり、武蔵野の面影を目にする機会も出てくる。日産自動車小木久保工場跡を右側に、また全福寺池公園が、左側へ沿線に近い。井草八幡前では瀬田通りと合流する。練馬区に入ってからも街並みは連続しているが、関町一丁目交差点で仙川通りが合流、関町交番前で吉祥寺、北浦交差点で三鷹へ向かう道が分岐する。 西東京市境となる東伏見四丁目交差点で分岐する道は五日市街道への連絡路となる。この辺りは武蔵野市との境目にも近い。西東京市に入っても練りまくない同様の道幅であるが次第に高層の建物が減少する。東伏見坂上から下り勾配となり東伏見交差点に達する。東伏見では 都市計画道路の調布方野線が交差、また西部柳沢駅方向へ向かう急道が合流する。この交差点北側には東伏見稲荷神社があり、沿道にはラーメン店が点在する。東京ガス保野制圧所のガスタンクを過ぎると、車線数が片側3車線から2車線へと減少しながらカーブを描き、西部新宿線の高架橋と交差。そのすぐ先にある交差点は、 富士街道の終点となる。次の田梨町一丁目交差点で、大梅街道は、斜め左方に分かれて、路線名称も東京都道5号、新宿大梅線になり、片側一車線の旧道の面向きで、西武新宿線田梨駅北口の市街地へと入ってゆくが、道路線はここより、所沢街道と名称を変えて直進し、北原交差点までは、 大梅街道と新大梅街道を連絡を兼ねて、片側2車線が続く。その間に武蔵境及び、ひばりが丘を結ぶ武蔵境通り、八津新道との田無町3丁目交差点。以前はその先、西側にある武蔵境通り、旧道との交点に信号があり、ここで、ひばりが丘、武蔵境両方向へ向かうことができたが、現道ができてから旧道への出入りは、下り車線から、 田梨駅方面へのみ可能となった。北原交差点では新大梅街道と斜めに交差する。斜め左方向の新大梅街道下り方面への分流は2車線を維持して、車両の通行量も圧倒的に大きいが、道路線は新大梅街道を横切って直進し、片側1車線となる。右側に広大な敷地を持つ東京大学農学部附属農場がある。 六角地蔵村交差点で、ひばりが丘団地へ向かって直進する市道と分かれ、道路線は斜め左へ進む。東久留米市に入り、南町四丁目交差点の北側にイオンモール、東久留米、南側には道路線のバイパスとなる道、新所沢街道、都市計画道路東村山3.41号、方屋東村山線がある。新所沢街道は、 東久留米市南町から東村山市内の多摩北部医療センター西までの区間が開通している。東側の密区間では本堂からの分岐となる六角地蔵村交差点付近で用地買収が進んでいる。住宅地の中を左右にカーブを描きながら北西へ進み、小金井街道を前沢交差点で、新小金井街道を下里二丁目交差点で交差した後、 東村山市に入る。右手には、前松園の敷地が続き、その先で、JR 武蔵野線が、半地下で交差、右へ進むと新秋津駅がある。秋津町三丁目交差点で本路線は左折する。直進する道は、東村山市道、旧所沢街道で、所沢駅の南側の西部新宿線と、西部池袋線の踏切に向かう。右は、四季街道となり、 清瀬市方面へ通じる。左折し少し進み、久米川町交差点で今度は、右折する。直進する道は、府中街道となり、東村山市の中心部へと向かうことができる。右折した本路線は、柳瀬川の谷へ向かって、下り坂となり、川を渡ると、埼玉県所沢市へ入る。所沢市に入ると谷を登り、西部新宿線を立橋で交差。 右カーブを描いて、勾配を売りその先で築堤城を走行する西部、池袋線と交差。東住吉交差点で直進すると、所沢駅の西側へ出るが、本路線はここで左へ進むと、金山町交差点となる。金山町交差点を、埼玉県道、東京都道55号所沢武蔵村山、立川線方向へ進み、岩崎交差点から第6点交差点まで、 所沢入間バイパスが開通ている。市線、新所沢街道、都市計画道路東村山3.41号、法屋東村山線。新宿駅付近から、小木久保駅の手前までの地下を、東京メトロ丸の内線が通っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。